上北で付近にて、画面左の第一条の住宅地は、山手台ニュータウン、秋田県道41号秋田昭和線は、秋田県秋田市から、片上市を結ぶ県道である。一部が、都市計画道路の横山金足線の一部に指定されている。起点の秋田市もところの県道61号交点から、分岐北上し、国道13号を横山立体ランプで、 立体交差して、秋田市中心部の東側を北上する。太平山、三口神社から、手形山公園を過ぎると、秋田市、添川朝地のうちで、県道15号へ合流する。県道15号交点を右折、北北東へ進路を変え、秋田自動車道の手前で、県道15号から分岐し、左折、秋田自動車道を立体交差するとほぼ北方向へ進み、 道の川の川沿いを下流に向かって、北西方向へ進路を変える。県道231号と交差した後で、再び、秋田自動車道と立体交差をし、終点まで、秋田自動車道の西側を並走して、昭和小賀半島インターチェンジ付近の国道7号の交点に至る。なお、都市計画道路、横山金足線と東県道の重複区間は、横山立体ランプから、 秋田市、添川あざちのうち、県道15号交点までである。横山金橋線は、県道15号交点をそのまま直進して、主導に連続している。秋田市、添川あざちのうちから直進して連続する市導の、内井島あざ前田表の県道112号交点までの、区間は2011年6月30日まで、東県道の一部であったが、7月1日から、 秋田市道に変更された。横山金足線は、秋田市、ニーダーザ川久保から、秋田市金足下がりに至る都市計画道路の路線名である。県道41号の一部区間を含んでいる。秋田市金足小泉屋座傾きから終点までが、未着手で、共用済み区間の終点で、県道124号にそのまま連続して、国道7号に接続する。 通称重複区間交差する道路沿線の主な施設都市計画道路横山、金橋線に関するカテゴリー。ありがとうございます。